こんにちは、夢職人です。おはようございます。アリゾナは朝の8時でございます。今日はお金をね、いくらぐらいお金を、大切なジュエリーにかけていったらいいかなっていうことなんですけれども、特にね、インディアンジュエリーとかっていうのはもうね、結構高いですし、どこにでもあるものではないので、まあ、レアって言ってもおかしくないですし、一点物を見かけてしまったら今買わないとなくなっちゃうっていう、そういうね、ちょっと心配があると思うんですね。で、どっかにあるたくさんあるね、例えばティファニーとかなんかだと、まあここのお店で買えなかったら、まあ入荷待てばいいとか、違う店舗でも買えるじゃないですか。でも、まあ、インディアンジュエリーになってくると本当にね、その作家さんが作った本当のね、一点物なんですね。なので、まあ、その一点物を逃さないように、じゃあいくらぐらい出して、それがどのぐらい価値があるかっていうね、話をねしていきたいと思います。はい、夢職人、ここはアリゾナに約10年住んでインディアンジュエリーをコレクションしてるんですけれども、まあ、今日ね、自分の手元に持っているものをつけながら話したいと思います。で、まあ、インディアンジュエリーって、まあ、持ってないけどこれから買いたいなんていう方もいると思うんですけれども、まあね、何を元にしてインディアンジュエリーかっていうと、まず、シルバーであって、まあ、実際のネイティブアメリカンが作っている、でちゃんとハンコがされている、まあ、これがね、大体ネイティブアメリカンの条件に、ね、なってくると思うんですね。まあ、それでコピーものも出回っていたりするので、まあ、気をつけなきゃいけないんですけれども、まあ、ちょっと初めにね、これはね、ネイティブアメリカンの方がハンドメイドで手で作ってはいるんですけれども、シルバーでもないですし、ハンコも押してないですし、ビーズですし、まあ、お土産品ですね。これネイティブアメリカンの、まあ部族の方々が、まあ、お金をね、現金収入を得るのに、まあ、実際にこういう商品を作って、まあ、道のセドナとかね、道端とかで売ってるのを、まあ、私の大親友の、まあ、霊気のヒーラーのね、大先輩の方であり、メンターである方が買ってきてくれたんですけれども、これはね、本物かって言われたら本物ではありません。でもナバホが作ったって言われればまさしくそうですね。なので、これをどういうふうに価値をつけるかっていう話になるじゃないですか。まあ、この価値のつけ方と、それからこの、実際にナバホ族の方が作って大金を払ったものの価値っていうのはね、また変わってくると思うんですね。ちょっとその辺も交えながら話をしたいと思います。で、まずこちらの、ジュエリーなんですけど、これはね、私の、まあ、さっきも言ったように親友からいただいたんですけども、その親友っていうものも彼女もヒーラー で、私がうつ病を何年も経験して、うつ病を経験している最中に出会った友達で、まあ、彼女と一緒にヒーリングの勉強をしたり、ヒーリングの、チームっていうのかな、まあ、サークルを作ったりしている時に、少しずつね、仲良くなっていって、お互いを知っていって、でその上で自分たちのヒーリングは何にあるか、そして私が、まあ、ナバホのシャーマンに、霊気でね、ヒーリングを受けて、それから彼にクラスというのかな、まあ、トレーニングを、霊気のトレーニングを受けて、それからいろいろなね、アチューメントを受けたりして、洗礼式を受けたり、アチューメントを受けたり、それからスウェットロッジっていうのがあるんですけど、まあ、それに参加したりとかして、私がそういうスピリチュアルな面でね、いろいろなことについて気を目覚めていく中で、その大親友っていうのが、ここにはこれがすごく似合ってて、ここにはこういう色ね、この特別にこの色、私にも肌にも合う色と合わないトルコ石とか合わない色っていうのがあるので、まあ、これはトルコ石ではないですけども、私が持っているトルコ石に合わせたビーズで色を選んでくれたっていうジュエリーなんですね。まあ、そうなると、これが本物であるかないかということよりも、その大親友がどれだけ私のことを気にかけてくれて、どれだけの思いで、まあ、2000、3000円ぐらいのものですよね、もっと安いかもしれないです、そのお値段を彼女が許容範囲で、彼女のお財布を見て買ってくれたか、そういう気持ちが伝わってくるんですね。なので、これは本物と言われたら微妙ですけれども、その思いというものが詰まっているので、もう私の中ではある意味では宝物です。では、一番初めの、YouTube
もうこれをつけて、お話をしているんですけれども、これすごい好きな作品の一部です。では次に行きましょう。まだこれはあんまり紹介したことがない、あんまり何度も話したことないと思うので、次はこれなんですけれども、これはね、私の中では、ね、すごく、ね、価値のあるものなんですね。じゃあ実際にこれはいくらぐらいで売ってるかって考えると、だいたい10万円ぐらいで、1000ドルぐらいで買えます。でこれはサントドミンゴスの族の、すごく古いヴィンテージのものです。でこれ何がすごく好きかだったかっていうと、自分がね、他の動画でも話してるんですけど、 IBS でお腹が痛かった時に、自分のエネルギーを、お腹の痛みを気づきながら、私はこれをお腹を痛くする、痛くなくなるのに何をしてったらいいんだろうっていうね、そういうねアウェアネス、自分の中で質問を自分に問いかけて、自分と 自問自答して、自分から答え、自分の内側からね答えを出てくのに必要だった、その時に出会ってしまったものだったからなんですね。でこれはまあ、パウンショップでもう実際にこれを手にしていた方が、もうお金が、なくて、これを手放さなきゃいけない状態であったっていう方が手放したものを私は購入してるんですね。なんでか、なんでそれを、それでそういう商品っていうのは、まあ、アリゾナにはそういうパウンショップがいっぱいあるんですけれども、パウンショップに行くと、その商品が愛されていたか愛されてなかったかっていうのが、やっぱ私はすぐ分かるんですね。ハイリーセンシティブな方っていうのはよく分かると思うんですけれども、まずね、匂い、形、そのどれだけ触られていたか、まあ、言ってしまえばベタつきちょっと気持ち悪いけどベタつき、匂い、他人のものであったもの、そしてその他人のものであったものっていうのは、もしいただいたものとかつけて身につけてたものがすごい新品だったとしたら、それはね、あんまつけてなかったってこと、愛されてなかったっていうのことだと思うんですね。この作品っていうのはもうね、まあ、こういうものを見つけるのもかなりレアなんですけど、これがね、初めて出会った時にすごくね、香水の匂いがしたんですね。もうすっごい長い間使ってる香水の、もう染みついてるみたいな。でそしてここの部分がね、もうすごい古いヴィンテージの仕様なんですね。でここのヴィンテージの糸とかも見てみると分かるんですけど、この糸もすごく丈夫な糸なんですけど、これはね、軽くね30年はいってるんじゃないかと思います。まあ私はプロじゃないんで分からないですけど、もしね皆さんプロのインディアンジュエリーを見極められる方がいたら、ぜひねコメントしたりしてください。間違ってるよってもいいですけど、でこれを見た時に一回もう一瞬で気に入って、これってこうつけると、首のね、ちょっとつけると首の下のかなり低いところまで来て、でお腹の下まで届くんですね。でお腹の下まで届く、ちょうど胃の辺にこの、オレンジ色の、スパイニーオイスターが来る。でその胃と戦って、お腹と戦って買ってきた時に、自分の中でちょっとね、その胃の辺をよく、ね、手でね触る、こういうことをすることが、ね、多かったりして、まあ、具合悪い、胃が痛い、腸が痛い。である時に、まあ、ネイティブアメリカンの聖地をハイキングしてる時に、まあ、その時はね、これを見た後で買わなかったんです。買わないでハイキングに行って、あれ欲しいな欲しいなと思ってた時に、山の、ね、一番奥の、頂上をちょっと過ぎたところで、まあ、すごくね、こう全体のね、フィニックスの街が見渡せるんですけれども、そこでここにこうちょっとなんとなく手をやって、こうやって触ってた時に、あの石買おう、絶対私の石になると思って、次の日に早速行きました。でいくら払ったかっていうと、これもそのパウンショップなんで、もう交渉次第みたいな感じの状態があって、パウンショップの兄ちゃんも よく私が行くのを知ってるので、あ、また来たなみたいな感じで、まあまあ売りたいわけですよ彼は。だってそんなあんまりレアなものなんで、そこまでね好んで買う人もいないと思うので、で初めのお兄ちゃんには、200ドル、2万円ぐらいって言われたんですけれども、交渉して違うお姉ちゃんが出てきた時に、お姉ちゃんに、ちょっと安くしてよって言ったらね、もうちょっとね安くなった気がします。だからまあ2万円ぐらいで購入してました。でこれを今現在他のウェブサイトで見てみると、まあ10万円ぐらいするもの、1000ドルぐらいするものです。
なのですごく自分的にはいい買い物をしたと思うし、ものすごく気に入ってるし、自分がねその IBS を乗り越える時に購入して、その時にエネルギーとして入ってきたものであって、その時に2万円っていうものは私の中では高くはなかったという、そういう全てのことを考えると、まあ払った2万円っていうのはちょうどいい金額だったんではないかなと思っております。はい、まあそういう感じでね、いろいろこちらね、私のところに来た石っていうのは、皆さんそれぞれ物語がねあるんですね。だからその物語が自分に合う、まあ友達とか親友とかもそうですよ、自分に合う人合わない人っていますよね。でそういう物語で合ったもので、これが一番私が初めに買ったネイティブアメリカンジュエリーで、こうナバホのものなんですけど、これはねシエラ・ツオーさんっていう方が、作ってる、女性が作ってるね、アルバカーキーかなんかのナバホ族の方なんですね。でこの女性が作ってるものっていうのって、インターネットに本当にね出回ってないんですね。ないんですよ。でそんなに有名な方ではないんですけど、この方が作る作品って女性っぽくもあり男性っぽくもある、で力強い割には繊細だったりして、このね作られ方がすごい綺麗なんです。これも一緒に寝ても全然痛くないし、このスルンっていう感じ、ここでどこにも引っかかるところがないんですね。だから引っかかりがない。でこの作品はこの石を見た時に、あ、これ私の石だと思って、でネットで見たんですけど、ネットで、エッチーかな、エッチーで出してた女性の方っていうのが、まあ、おばさんだったんですけど、実際近所に住んでて、まあ、アリゾナのスコッツデールに住んでて、車でまあ15分ぐらい行ける距離だったんで、車でね行って見せてもらいました。でまあ値段的にはね、270ドル、まあ3万ちょっといくかいかないくらいの商品だったんですけれども、まあ、作品だったんですけれども、このねちょっと鳥が飛んでるように見えるでしょ、この鳥が飛んでるようにフィニックスというかサンダーバードが飛んでるようなデザインっていうのが、もう昔から私鳥が大好きなんで、そのバード鳥を、デザインしたものっていうのもやっぱりいかにも鳥になっちゃったり顔がついてたりするんで、まあ、こっちの作品はそうですけども顔がねいかにもついてますよね。でこういういかにも顔のついてない鳥な感じではないものが欲しかったので、これを見た時にもうすぐに車を走らせて、で一番初めのインディアンジュエリーだったんで、実はこれねもっとね広がってたんですね、もっとこうがバッて広がってて、でこれをつけてた女性っていうのがまた不思議な話で、このね石がね割れてたそうなんですよ、初めに忘れちゃってて、ここにね変なねクラック割れてるのよって言って、だからもっと本当はもっと高く買ったんだけど、まあ、270ドルぐらいでいいわよみたいな感じで言ってくれて、でそのおばちゃんがね実際にネイティブアメリカンのお土産ショップの、アルバカーキーのお店から買ってるんですね、彼女は。で彼女は帰ってきて、でもつけないと、全然つけないし割れちゃったし、これが割れた時には彼女は交通事故にあったそうなんですね。で交通事故にあったんだけど、この石が割れて、まあ、その時につけてたわけではないと思うんですけど、この石が割れてしまって自分を、守ってくれたと。でもう私はもう使わないしいらないよって言ってる割にはずっと喋ってるんですね。ずっと喋って、私も早く帰りたいし、もう下ではね旦那と子供、上のお姉ちゃん、まあ、赤ちゃんだった時にまだ、座って上の赤ちゃん、うん、で旦那も外で待ったので、早く帰りたいなとか思ったんですけど、まあ、ずっと話してるので、まあ、彼女もね結局こういう石、を集めることで、まあ、ヒーリングストーンとしてね使ってたわけなんですね。そして今でも、まあ、ある意味ねヒーラーを求めている。で私が一番初めに彼女にまだ会った頃っていうのは全然ヒーリングの道に目覚めていった時ではなかったので、まだね苦しい状態にいた時だったので、なんかねそれが嫌だなと、その早く在に早く出たいなと思ったんですね。今だったらね全然違う気持ちで答えられると思うんですけども、その一番初めに買った石っていうのが、実はね購入してしばらくしていったら、なんかね色合いが、石の色がだんだん濃くなってきて、私の好きな色にどんどん変わっていって、そしてねもうびっくりするぐらいに、このそのなんていうの、クラック、割れてたところがもうどこも割れてないんですよ。不思議でしょ、これちょっと見えるかな、本当にね割れてなくって、全然どこが割れてたんだろうみたいな感じでになって、まあ
かちょっと言ってみればなんか綺麗、まあ、真っ青な石ではないですけれども、でもそれが、まあ、気にならなくなったのか、それともその割れてたのが塞がったのか、それは分かりません。まあ、なので2万3万っていう値段は私は今思うとねめちゃくちゃ安かったと思います。で今は検索するとシデラツオさんの作品のバングルっていうのは、まあ、トルコ石ではないですけど、まあ、いくつか見たんですけど、まあ、10万ぐらい1000ドルぐらいしますね。なので、もう作ってないのかもしれないしちょっとわからないんですけれども、本当にあのいい買い物をしたなと私は思っております。まあ、そんな感じでね、値段っていうのはそれぞれね、やっぱり自分と買いたいものを買いたいもののものの値段っていうのが自分のね買いたいね時にね出てくると思うんですね。でこの石もそうなんですけど、これはね多分コレクションの中で一番高かったもので、これはね450ドル、まあ4万5千6千、まあ5万はいかないかなぐらいのねものなんですね。でこちらも特にすごく有名なデザイナーの方ではないんですけど、これも見てわかるようにもうごついのに全然ね引っかからないんです。どこにもほら全然引っかからない。だからつけててなんかこうあ痛いっていうことがねないですね。これも寝ても跡もほとんどつかないぐらいね、すごいね立派な作り方をされてます。だから有名な人が作った作らないに関わらず、こう写真も見てこの石は作り方が良かったかな悪かったかないいのかなみたいな、まあ、だからあのここはねこれはねその有名なものではなくって、このなんていうのかな、ちょっとブランド化されてる トルコ石のブランドみたいな感じで、多分職人さんが何人かいて何人かに作らされてると思うんですけど、まあ、その職人さんだってね人間アーティスト、すごく上手なあの手の器用でね上手に作れる人と上手に作れない人っていると思うので、これはね私すごく気に入ってるんですね。それでこの黒いねディープなパティーナ、このパティーナっていうんですけど、この黒い、シルバーがオキシダイズされている部分っていうのが、あの私は自分の肌があまり綺麗なタイプではないので、こういうごつめのものがすごく似合うので、これの石を見た時にね、これはもうね手に入らないなってパッと頭に浮かんだんですね。それでネットでオーダーしたんですけど、まあトゥーソンって言います日本語では。でショップで売ってたんですけど、トゥーソンってここから行けば車で2時間ぐらいで行けるんですけど、これ見た時にこれはね間違いなく私の腕のサイズなんだと思ったので、このここのねあのサイズを測ってもらって、正しいサイズを教えてもらって、で自分で正しいサイズは測ろうっていう動画あるんですけど、まあ、それでねあのオンラインで購入したんですね。でこれスモスパイにオイスターとトルコ石が入ってるんですけれども、このターコイズとこの陰と陽なんですね。あの、まあ、なので自分の中にある陰と陽と戦っていた時だったので、その戦い、内側がヒーリング、そして表現する方法としては、まあ、オレンジ色の、ね、明るいね、じゃあ何で表現していくか、自分のそのヒーリングをどういう風に表現していって、どれくらい自分にはそのヒーリングの、ね、を表現していくスキルがあるんだろう、まあ、デザインであったり、まあね、ダンスであったり、例えば自分の、歌声であったり、あのその曲を作るエネルギーであったりとかね、まあ、いっぱいあると思うんですけど、ガーデニングであったりとか、まあ、その何を自分が表現していくことができるだろう、まあ、太陽みたいな感じですね。自分のコアはヒーリング、自分のコアはヒーラーだけれども、それを表現していくのはヒーリングのね、例えば霊気だとか、まあ、そういうものだけでなくっても表現っていうのはねできると思うので、それを自分の中で戦って見つけている時だったので、まさに、まあ、ほんとぴったりな作品だったと思います。なので450ドル、まあ5万いかないかなぐらいの値段っていうのは自分の中ではねすごくしっくりくるもので、しかもこれはね最新作っていうか、あのヴィンテージではないので、自分がもうねこれから自分のために作ってもらった石だと思って、これからね大切に、していきたいと思っております。そんな感じかな。他にはね、何話そう、どれ話そう、あとこれかな、これすごい好きですね。このね石はねもう本当に上品で、まあ、上品って言っても上品の中でもごつさがある、でこの石もすごく好きなんですけれども、こちらはねデリック・ゴードンさんの作品です。デリック・ゴードンさんの作品っていうのは昔から憧れてて、で、まあ、デリック・ゴードンさんの作品は日本でも結構ね有名な石だと思うんですけれども、
本当にね、この見てください、ちょっと翼がついてるようなイメージがねするでしょ。でこれが一番初めに買った石なんです、ストーンなんですけど、まあ、ちょっと色味は違うんですけどデザインの雰囲気が似てる。でこれは女性が作ったもので、これは男性が作ったものなんですけれども、このね女性な雰囲気と男性的なちょっと中性な雰囲気っていうのがすごく、魅了されるんですね。で私もいかにも、か弱い女性っていうタイプではないので、こういうのをねすごくね気に入ってるんですけれども、これがね一番初めにデリック・ゴードーさんの作品と会ったのがセドナの、お土産ショップかなんかでね会って、でその時にはねもう本当貧乏だったんですね。本当にお金がなかった時だったので、もうセドナは何十回も行ったけれども一度も買うことがなくって、でも私はその中でやっぱり石、トルコ石のついてる彼の作品が欲しいなと思っ てずっとずっと探してたんですね。でやっぱりある時に自分が持ってるこうなんていうのかな、女性らしいねいわゆる、ダイヤモンドのついた石みたいなのをねいただいたんですけど、それがねすごくね自分に合わなくって嫌いで、でまあ、そんないただいたダイヤモンドに失礼なんですけれども、それを、まあ、売ったっていうか、まあ、処分して、まあ、それでお金が入った時にこの石がやっぱり現れたものなんですね。はい、すごい綺麗なものだと思います。なのでこれがね 3万円ぐらいかな、ちょっと記憶にないんですけど、もう一瞬にしてこれだなと思いました。だから3万円、これが3万円っていうのは私の中ではもう今すぐ買っちゃおうっていうような石で、すごく自分らしさを表現している、うん、でそれも自分のアウェアネスで、自分が私はキラキラした、宝石よりもこういう大地にね、大地に根付くヒーリングの奇跡の方が似合ってるんだっていうか、すごくね心の中で私はこういう道に行く人なんだなっていうのが分かった瞬間だったので、まあ、それが3万円だったっていうのはすごく、私の中では安いっていうか、もうこれしか、もうこのチャンスしかないなっていう感じでね購入しました、まあ、なのでその商品が高いかな安いかなっていうのっていうのは本当ね自分次第だと思うんですね。うん、でこれは、これこちらもね2万220ドル、まあ2万5000円くらいかなだったんですけど、皆さんはこれは高いと思いますか安いと思いますか、いかがでしょうか。うん、皆さんそれぞれね思うことはね違うと思うんですけど、これはヤジーさんの、ヤジーさんの作品ですね。そうだね。でこれこちらの方は、まあ、さっき言ったこっちのショップと同じ、系統の系列のショップの、最新作なんですけど、古いものではないんですけど、これもね2万ちょっとだったかなぐらいなんですね。でこれはほとんどつけないんですけど、自分の中ではシンボルですね。自分の中ではシンボル、自分の中でスパイニーオイスターという、そういうね明るい、方の生き方、ヒーリングストーンではない、ヒーリングではない、こういうねこっちのこういう生活、こういう生き方をしたい、飛躍したい、飛びたい、そういうね思いをね、があったので、それをね購入したんですね。うん、まあだからこれが安いと思うか高いと思うかっていうのはね、それぞれなんじゃないかなと思います。みんなね答えっていうのはねないと思います。だから結局私のまとめから言うと、もし商品があって、もしこれがすごいかっこいいないいなと思って、そしてそれがもう二度と手に入らないと思って、その商品がもう絶対ねこれを見逃してしまったら絶対私のところには来ないなっていう商品があったとして、そしたらねもうねそれはね買った方がいいと思うんですよね。で買ってしまって、まあ後から気に入らなかったっていうことももちろんねあると思うんですけど、それはその自分のね気づきになる、何が気に入らなかった、形なのか色なのか触り心地なのか、そのねなんていうのかな、つけ心地っていう感じなのか、ね、でそれが勉強、自分の中の勉強になって学んでいくと思うんですよね、どんどん。あ、だからじゃあこれはじゃあちょっといらないで、私の中でもちょっといらない石っていうのも、いらないものっていうのもねちょっと手元にはないんですけど、あっちにいっぱいあって、これもまあ気に入っていないわけではないんですけど、これはねなんかちょっと
私こうあの左右対称が好きな人なんで、ちょっとほらまあ OCD でしょ左右対称が好きな人なんで、ちょっとねこれはあの誰かにプレゼントしてしまおうかなっていうふうにはあの考えておりますね。はい、まあ、プレゼントしてしまおうかなって考えている商品っていうのはあっちにね、まあ、5、6個あるんですけども、その5、6個っていうのも、まあ、安かったわけではないので、まあ、そのねまだ向かい合いながら、どうしてこれが私には気に入らないんだろうっていうのを、考えながら、この気に入っているものたちをね、コレクションはこれから大切にして、もしかしたらこれからも増えていくかもしれないし、自分の値段と自分のそのスピリチュアルな場所と自分の心と、そして自分が、これから飛躍したい、どこに行くかっていうのがね、こうみんなマッチした時に現れた商品っていうのは、やっぱりこうある意味でのね、神様からのギフトっていうか、ある意味でね、この宇宙からの、まあ、メッセージだと思うんで、それを変えたら買ってしまったらいいと思います。で、買えない、お金が買える状態ではないっていうことっていうのもあると思うんですね。で、大体買える時っていうのは、買えるお金がね、どこかからやってくるんですよ不思議でしょ。でやってきて、それがボーナスだったりとか、なんかプレゼントだったりとか、わかんないですけど、お金っていうのが来て、なんか来るので、まあ、その時にあって、お金と時間と場所と物と、商品がマッチする、買っちゃえって、ならない、もしなったらいいんですけど、ならない場合っていうのは、それはね、まだ我慢しろっていうことかもしれません。はい。ちなみにですね、これのね、これを一番初めに買った時に、一番初めにインディアンジュエリーの2万円出すっていうのは、まあ当時はね、まだ私もさっきも言ったように、まだちょっとチープな感じだったので、ものも、とにかくお金がね、あまりね、なかったし、出せなかったっていうのもね、あるんですね。で、だから、その時には、うちの、ちょうどね、義理の父、旦那のお父さんっていうのがちょうど遊びに来て、アリゾナに遊びに来てたんですけど、で、うちの旦那の、お父さんっていうのは結構私にプレゼントを買ってくれたがるおじさんなんですね。まあなんかブーツだったりとか、まあ、他のジュエリーだったりとか、まあなんかとにかく買いたがる人、まあ、なので、そのお父様に、お願いして出してくれるって聞いたら、お金ないんだけどすごい欲しいんだよねって言ったら、いいよって言ってくれたので、これは、お父様に出してもらいました。はい。なので、一番初めに出したものっていうのは、そのね、欲しかった時にお金がなかった、でも誰かに聞いてみたら出してもらえたっていうね、そういうね、不思議な出会いっていうのは、やっぱりお金っていうのは本当にすごい欲しい、じゃあ自分がめちゃくちゃ欲しい、10万するけどあれすっごい欲しいっていう時に、ものすごい欲しいものに対してはどこかからお金がねやってくるんだとね思いますよ。なんででしょう、わかりません。やっぱり、なんかこう引き寄せの法則ですかね。はい。なので皆さんも、ちょっとなんかめちゃくちゃ喋ってしまいましたけど、ジュエリー、インディアンジュエリーの話は永遠と話せるので、まあ、皆さんもね、もし興味ある石があったら自問自答してください。これは私の今のスピリットに合っているか、私の今の経済状況にね、お金が合っているか、お金を出せる状況にいるか、そしてこれは見逃してしまったら本当に、後悔するか、そのね3つかな、まあ大体その辺かな、まあ、あと付け心地とかはね、あとはまあ、大体その場でわかると思うので、まあ、気に入ったってことは付け心地とかもいいっていうことなので、まあ、その辺で見極めていっていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。では夢職人、今日もね、アリゾナの、青空の、ちょっとまだ青いですね、朝だけど青いですから、お届けしました。では See you next time. バイバーイ。